はい。皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、ファンドアナリストの吉井隆弘です。投資信託分類平均リターンランキング。今月も世界の投資信託の動きを見ていきましょう。まずは、基本8分類、国内、先進国、新興国の株式、債券、リートの動きです。2021年3月末基準ということで、今年1月、2月、3月の3ヶ月間の登落率になります。 全体感としては新型コロナウイルスのワクチン普及を背景にまあ、景気回復への期待から株式やリートなどのリスク資産が上昇する一方で景気回復への期待から世界各国の長期金利が上昇したということで債券は軟調な展開となりました代表的なインデックスファンドの動きを見ていきましょうまずは株式とリートです全般的に右肩上がりで推移しているのが見て取れます 青いチャートの新興国株式インデックスが年明け以降大きく上昇しましたが1月2月に大きく上昇した反動で2月後半以降は上値が重い展開となっています水色のトピックスインデックスや黄緑のグローバル株式インデックスも上昇基調ではありますが長期金利上昇の影響やコロナウイルス変異種の感染拡大による景気回復期待の後退といったことから足元やや 不安定なな動きとなっています一方、リートについては赤いチャートの J リートインデックス、一方、リートについてはオレンジのチャートの J リートインデックス、それから赤いチャートのグローバルリートインデックスともに、まあ、株式に比べると足元でも相対的に底堅く上昇している様子がうかがえます。 まずは赤いチャートの国内債券インデックスですが1月から2月にかけて長期金利が上昇したことからじりじりと価格を下げましたただ足元では金利上昇が一服してですね回復に転じていますオレンジのチャートのグローバル債券インデックスも金利上昇の影響で債券価格自体は難聴な展開となりましたが、まあ、為替が円安に進んだということで2月後半以降大きく回復しています 最後に青いチャートの新興国債券インデックスですが2月前半にかけて大きく上昇しましたが2月後半はドル高によるインフレ懸念から反落しています3月に入ってからもトルコやブラジルなどです、ねまあ、一部地域の通貨が大きく下落したということから相対的にまあ浮き沈みが激しい値動きとなっています以上が基本8分類の動きでした 続いてより幅広く細かい分類で見ていきましょう過去3ヶ月の投落率ランキング上位回5分類がこちらですまず上位5分類では原油価格が大きく上昇したことを受けて原油関連 MLP それから中東アフリカ株式も上昇しましたまた景気回復期待から北米リートやインド株式などが他の地域と比べて目立った上昇となりました 一方、買いの5分類は通貨下落が激しかったトルコやブラジルといった新興国通貨建ての債券の下落が目立っています。また、米金利上昇に伴う米ドル高となったことで、米ドルと逆の動きをする傾向にある金関連が下落しました。上昇が目立ったファンド3つご紹介しましょう。まずはオレンジのチャートの UBS 原油先物ファンドですが、こちらは原油先物価格に連動するファンドですね。 それから赤いチャートの米国エネルギー革命関連ファンドは石油パイプラインなどに投資する MLP のファンドになりますいずれのファンドもコロナワクチン普及による景気回復あるいは原油需要回復への期待とそれから OPEC プラスによる大規模減産の延長が交換されて1月から3月の前半にかけては大きく上昇しましたでただ足元ではその原油の減産規模を縮小していくと 発表されたことで少々かわ風向きが変わったということで上昇が一服している模様ですそして青いチャートの北米リートセレクトファンドですがこちらは主に米国リートに投資するファンドです いち早く景気回復に向かっている米国リートの上昇が際立っている中で当ファンドはまずコロナウイルスによる活動自粛の影響を受けやすいオフィスセクターをアンダーウェイトとしていることとその一方で回復の兆しが見えてきた住宅セクターをオーバーウェイトとしていることが好調なパフォーマンスにつながっています以上上昇が目立ったファンド3本でした最後に下落が目立ったファンドを3つご紹介しましょう まずはオレンジのチャートのトルコ再建オープンですが3月に急落していますこれは3月にトルコの中央銀行総裁が解任されたことを受けて市場のまあ信任を失ったということが理由です、まあ、トルコリラはこれまであの大きく回復してきたんですけれども今回の解任を受けてですねまたしばらく厳しい展開が続きそうです次に青いチャートのブラジルボンドオープンですが ブラジルはコロナウイルスの感染抑制に苦戦しているということと、それからアメリカの長期金利が上昇して、ですね、ブラジル国内のインフレ懸念が高まっているということで、ベ、まあ、米ドル高、レアル安が止まらないような状況になっています。でしかし、ですね、3月の17日に市場の予想を上回る水準で利上げを行ったということを受けまして、足元では下げ止まりの兆しを見せています。 今後も追加利上げを示唆しているということで、ブラジルレアルですね、今後の動向、を非常に注目されます。最後に赤いチャートの SMT ゴールドインデックスオープンですが、こちらは金価格に連動するファンドです。米国の金利上昇を背景とした米ドル高が進みまして、 まあ、米ドルと逆の動きをする傾向にある金価格は、じりじりと下落しました。しかし、3月以降は、長期金利の上昇、あるいは米ドル高が一服したということで、金価格も下げ止まっています。金の価格は、コロナショック以降大きく上昇してきましたが、ここに来て、その上昇がほぼ帳消しになったというような状況にあります。以上、下落が目立ったファンド3本でした。 はいえー、ということで、えー、この3ヶ月で見ると、まあ、株式、リート市場は上昇基調の一方で、債、え、券、ー、基調は難聴だったわけですが、まあ、その原因となっていたのは、アメリカの金利上昇ですねで、まあ、その金利上昇も足元ではやや落ち着いたということで、えー、今後、市場が注目しているのは、えー、ワクチン普及によって、まあ、景気回復がどれぐらいのペースで進んでいくかということだと思います。 でまあ、その景気回復のペースということで、えーまあ、個人的な見解を言いますと、えー、景気回復が遅れた場合よりもですね、えー、逆にその予想以上に早まった場合、まあ、この時にどうするかということを、えー、考えておく必要があるのかなと思います、まあ、景気回復があの早まるということはですね、えーまあ、インフレ懸念だったりそれからまた金利上昇が始まったり そしてその先には FRB のですねテーパリングというのが視野に入ってきますのでテーパリングがいよいよ始まるとなると、まあ、株式市場も悪影響を受けるということですねで、まあ、そういった時きに、まあ、そうなる前にですね、えーまあ、ポートフォリオで言えば、えー、リバランスをしておくとか、まあ、あるいはリスクを落としておくとかあるいは金のようなリスクヘッジになる資産 まあこれに分散投資を進めると。まあそういったあの対処が必要なのではないかなと思っていますで。あとはまあそのファンド選びということに関してもですね。えー、まあ例えば株式ファンドで言えば、まあ今であればバリュー株のファンドとか、あるいはグロース株と合わせ持つような形。いまあ、あるいは、えー、あまり市場 に対して偏ったリスクを取らずにインデックスファンドみたいなもので運用していってもいいかなと思いますけれども、まあ、これがあの景気原則になってくると今度株式市場はあの下落基調になりますのでそういった時にはその下落に強いファンド、まあ、いわゆるクオリティ株と言われるようなその質の高い 健全な企業に投資するようなファンドが優位になるのかなと思いますので、まあ、そういうファンドを今から目星をつけておくあるいは今から積み立て投資でじわじわ仕込んでおくといいのかなとこういうふうに思います。 まあ今のところはです、ね、これまでのポートフォリオで継続していただいていいと思いますけれども、まあ、3ヶ月後か6ヶ月後か1年後かいつかあるかわからないですけれども、まあ、いつか近い将来来るその景気減速局面に向けてです、ね、その時にどうするかということをそろそろ考えていく時期に入ったのかなというふうに考えております。ということで今月は以上になります。 もしよければチャンネル登録の方といいねの方よろしくお願いいたします。それではまた来月お会いしましょう。吉井隆弘でした。